さあ、行こう。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。いっけいっけー
なんとかなったね。さあ、行こう。さあ、行こう。
開始だ。なんとかなったね。オタクモードオン。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。
いっけ! いっけ!
さあ、行こう。
なんとかなったね。ハック、開始だ。なんとかなったね。ハック、開始だ。なんとかなったね。ハック、開始だ。なんとかなったね。
Hack. 開始だ。ハック、開始だ。いけ！ハック、開始だ。みんなのおかげだよ。ハック、開始だ。いけ！さあ、行こう。
ハック、開始だ。いっけハック、開始だ。ハック、開始だ。みんなのおかげだよ。
さあ、行こう。みんなのおかげだよ。
ハック、開始だ。なんとかなったね。ハック、開始だ。さあ、行こう。
Ikke! なんとかなったね。
ハック、開始だ。いっけハオ。
ハック、開始だ。いっけ！
人の子か。何用だ。早々に立ち去れ。邪魔をするなら、命の保証はしない。ほら、怖いけど言わなきゃ。頑張って。それは聞けぬ相談だな。我が輩はこの地でやらねばならないことがある。これ以上、貴様にかけていられる時間はない。もう一度言う。され、人間。言っても聞かぬという顔をしているな。それなら。そのくらいにしたまえ。ん？誰だ？何？名乗るほどのものでもないさ。だがそうだな。今は、探偵デジモンとでも呼んでもらおうか。探偵だと？クレニアムモンとお見受けする。どうか、ここは武器を収めてくれないか。どうしよう！怖そうなデジモンが、もう一体増えちゃったよ！人間どもの真似事とは、物好きなデジモンがいたものだ。だがこの気迫、貴様、ただものではあるまい。貴様が何者であれ、我が輩の邪魔をするのなら、排除するのみ。誤解しないでくれ。邪魔をする気は毛頭ないよ。私は、君と同じ目的。次元の狭間に消えた、アルフォース V ドラモンを探しに、ここにやってきたのだからね。貴様も、だと？ああ。こちらも少し訳ありでね。それ以上のことは話せないが。この辺り一体、まるで細胞のような細かいデジタルウェーブが漂っている。この情報量からアルフォース V ドラモンの気配だけを探るのは至難の業だろう。だが私なら、彼のいる大まかな位置を捉え、ん？
どうだい、少しは役に立てると思うのだが、ここは私と手を組まないか。私の正体を疑問に思うのはもっともだが、今は同胞を助けるために共に力を尽くそう。いいだろう。そこの君、君はクレニアム門に早く立ち去ってほしいと言っていたな。さては、ここの職員に頼まれて彼を立ち退かせにやってきたのではない。初歩的な推理だよ。私と彼はアルフォース V ドラモンと呼ばれるデジモンを探している。彼はつい最近起こった大規模な、君たちで言うところの怪現象に巻き込まれ、この新都庁の上空、何、細かいところは聞き流してくれて構わない。だが、私たちを手伝い、彼を連れ戻すことが叶えば、無用な争いを避けて、クレニアム門をここから立ち去らせることができるのは確かだ。どうだろう。お互いの利益のためだ。君も、私たちに手を貸してくれないか。少なくとも私は危機に瀕している同胞を助けたい。ただそれだけのためにここにいる。決して人に危害を加えたりはしない。信じてはくれないだろうか。どうする？わかった。私も信じるよ。それでは決まりだな。人間の手を借りるだと？貴様、正気か？今はそのようなことを言っている場合ではないだろう。アルフォース V ドラモンの救出には、もはや一刻の猶予もない。手が多いほど、アルフォース V ドラモンを救出できる可能性も高くなるということだ。人の子よ、勘違いするな。我が輩は、決して貴様ら人間を許したわけではないぞ。これで、臨時の救出部隊は整ったわけだ。さて。この先から、アルフォース V ドラモンの気配を感じる。私が座標を固定しよう。クレニアム門、入り口を開くのは君。承知。今だ。さすがはクラウソラス。空間ごと切り裂くとは。敵に回らずに済んでよかったというものだな。この程度、時期にも等しい。先に行くぞ。さて、臨時の助手君。今、私たちはこの空間に、強制的に次元の歪みへの通り道を作った。この状態なら、人間でも問題なく歪みに踏み込めるはずだ。さあ、友の救出を始めようじゃないか。ひえー、
次元だよ。この中、本当に入って大丈夫なんだよね。怖いけど、依頼のためだもんね。行ってみよう。無事に入ってくることができたようだな。うん、すまない。前言を撤回しよう。どうやら無事とはいかなかったようだ。たとえ大規模な迷いが現象が起きた後でも、生身のまま次元に干渉することは、かいつまんで言うと、今の君は電脳体としてネットワーク上に浮いている。つまり、体と精神が分離してしまい、君の肉体は意識のないまま六本木の屋上に倒れているというわけだ。それって大丈夫なの？早く戻った方がいい。何？問題ない。こんなことはそう簡単には起きない。だが、前例がないわけでもない。私の身近にもっと不可思議な状態になった人物がいてね。それに比べればどうということもあるまい。このネットワークから出ていけば、おのずと肉体に戻れるはずさ。だが、長いは禁物だな。問題ないとは言ったが、厳密に言うならば、しばらくは問題ないが正しい。このまま体と精神が離れた状態を長く続けると、完全に分離されて戻れなくなってしまう可能性もある。この空間で君自身がダメージを受けてもしかりだ。心して調査に当たってくれ。つまり、ここに長くいると、元の体に戻れなくなるってこと？大変だ！私たち、成り行きでとんでもないところに来ちゃったよ！とにかく、アルフォース V ドラモンを探せばいいんだよね。急ごう。ハック、開始だ！いっけみ
みんなのおかげだよ。ハック、開始だ。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。さあ、行こう。なんとかなったね。待て。それ以上進まない方がいい。この先は危険だ。君たちには見えないかもしれないが、この先に歪みがある。そして、アルフォース V ドラモンの痕跡が、こちらからあちらの歪みに向かって。つまり、奴は次元の狭間に落ちた後、
出口を求めて歪みの先に向かっていった。待つんだクレニアムモン。これ以上進むのは危険だ。この歪みは私ですら干渉することができない。いくら君でも帰れなくなるぞ。では、貴様は奴のことを諦めろというのか。私たちにできることはここまでだ。何を弱気なことを。危険など最初から承知している。アルフォース V ドラモンを救うことこそ我が輩が自らに課した使命なのだ。ここまで協力してくれたこと礼を言おう。あとは我が輩一人で向かう。何のつもりだ、人の子よ。そこを毒がいい。人間風情に我が輩を止めることはできぬ。先ほども申したはずだ。邪魔する者には容赦はしないと。臨時の助手君もなかなかに有能なようだ。おのれ、貴様まで我が輩の邪魔をするか。彼がなぜ君を止めようとしているか本当にわからないのか。それならば、私が彼に力を貸す理由としては十分だ。私とて、これ以上仲間を無用に失いたくはない。何をわからぬことを。あくまでも、我が輩の前に立つというのであらば、一時の協力関係もここまでだ。我が、クラウソラスの真の力、見せてくれる。いざ、参る。無理は禁物だ。今が勝機。無理は禁物だ。
いっけ！その身に刻め！こんなはずでは。無理は禁物だ。これを使おう。聖剣グレイダルト。舞い踊れ。Fire!
バカな。よくやった。と、サンジの言葉を尽くしたいが、どうやら予想より早く時間が来てしまったようだ。もともと微弱なデジタルウェーブが消える前に、急ごしらえで道を作ったのだ。そう長く持つものではない。彼は私が連れて行こう。早く入り口に戻るんだ。どうやら全員無事のようだな。なぜ邪魔をした？手がかりはすぐそこにあった。捨て身でも、あの中に飛び込めば、奴の行方をつかめたかもしれないというのに。アルフォース V ドラモンの運命は、すでに私たちの手を離れた。後のことは、彼自身に任せるしかない。クレニアムモン、それがわからないお前ではないはずだ。わかっている。わかっているのだ。我が輩たちがあの先に向かったところで、無事に奴を見つけられることなどできぬということも。貴殿らに。止められなければ、戻っては来られなかったということも。だが、頭ではわかっているつもりだ。だが、早くここから去らねば、時勢が効かなくなりそうだ。人の子よ。願わくば、もう我が輩に関わってくれるな。行ってしまったな。君には私から礼を言わせてもらおう。共に私の友を救ってくれたこと、感謝する。彼のことはどうか悪く思わないでやってくれ。彼らロイヤルナイツは、マザーコンピューターであるイグドラシルの声を聞き行動している。しかし、ある時からその声にノイズが混じるようになった。そのノイズが彼ら、私たちが正しい判断をすることができる時間は、もうあまり残されていないかもしれない。おっと、すまない。独り言が過ぎたようだ。さて、アルフォース V ドラモンが現状救出不可能ということなら、ここに長居は無用だ。
私も去るとしよう。もし、また君に会うことがあれば、その時は美味しいコーヒーでもご馳走しよう。君たちのこれからがうまくいくよう、祈っているよ。なんだか、不思議なデジモンだったね。許したいが許せない。なぜだ。人間に向かうこの感情は、一体なぜ。人間の破滅こそ、イグドラシルの意志。滅びるべくは人間、そしてこの世界。迷う必要などないのだ。我が輩はイグドラシルに忠実であるべき存在。それを疑う感情など我が輩には必要ないのだ。